委員長の報告を求めます。総務委員長赤羽和義君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。はじめに地方税法等の一部を改正する法律案につきましては、土地にかかる固定資産税および都市計画税の負担調整措置について、コロナ禍における支援策として令和4年度につき商業地等の課税標準額の上昇幅を半減する措置を講ずること、また賃上げ促進策として法人事業税の付加価値割における給与等の支給額を増加させた場合の特例措置の拡充を行うこと、そして住宅借入金等にかかる個人住民税について特別税額控除の延長等を行うことでございます。次に地方交付税法等の一部を改正する法律案につきましては、地方財政の収支が不均衡な状況にあること等に鑑み、令和4年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、震災復興特別交付税の確保、自動車税減収補填特例交付金および軽自動車税減収補填特例交付金の廃止等の措置を講じようとするものであります。両案は去る2月8日本会議において趣旨説明および質疑が行われ、本委員会に付託されました。委員会におきましては、同日両案について金子総務大臣から趣旨の説明を聴取した後、10日に質疑入りいたしました。その後15日17日および昨21日に質疑を行い、これを終局いたしました。ついで討論を行い採決いたしましたところ、両案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。なお委員会において持続可能な地方税財政基盤の確立並びに新型コロナウイルス感染症および東日本大震災等への対応に関する件について決議を行いました。以上ご報告申し上げます。両案につき討論の通告があります。